ちょっと駅員さん、はい、どうされましたか？今新幹線でよ、東京まで来たんだけどよ、途中で富士山見るの楽しみにしてたのによ、見れなかったんだよ。お客様はどこの席で見てたんですか？え？窓側だよ。あー、 A 席だったんじゃないですか？何が A 席だよ、富士山も見えなくて海しかなかったよ。あ、アルファベットの A ですよ。じゃあ富士山の見える席はどこなんだよ？ E 席ですね。 E 席ってどこのことなんだよ。グリーン車にでも乗れってか？いや、アルファベットの E です。すいません、お願いします。はい、かしこまりました。お客様すいません、こちらの読み方って花店です。花店、あ、申し訳ございません。花店、あ、出てきました。すいません。駅員さん、もしかして放出って読んでました？あ、すいません。その駅では何が放出されるんですか？難しい読み方ですね。勉強しておきます。放出ってまだ言ってるよ。ちょっと駅員さん、はい、どうされましたか？さっき入場券で入ったんですけど、出ようと思ったら引っかかるんですけど。いつ改札に入られましたか？ほんとついさっきです。ちょっと切符見せてもらってもいいですか？ああ、はい。あ、お客様、改札入場がついさっきではなくて3時間前になってますよ。そんなに経ってたんですか？でもそれがどうかしたんですか？入場券で改札に入れるのは2時間までなんですよ。そうなんですか？過ぎたらどうなるんですか？追加料金でもう150円いただきますね。知らなかったです。それ払った後、あと何時間いられるんですか？あ、まだいるの？ちょっと駅員さん、はい、どうされましたか？さっき新幹線でアイス買ったんだけど、硬すぎてまだ食べれないんだけど。あ、そうですか。こんな硬いアイス売りやがって、喧嘩売ってんのか？そんなことないですよ。なんでこんなに硬いんだ？アイスクリームの成分に乳脂肪分が多いのと、常にドライアイスで低温に保ってるから硬くなっちゃうらしいですよ。まったくふざけた奴らだ。スプーンも折れそうじゃねえか。すいません。あ、一応硬いアイス用のアルミスプーンもネットで売ってますよ。それ買わなきゃ食えねえってことか？あ、そんなことはないですよ。アイス食うのにどんだけ時間かかんだよ。お客様、そろそろ食べ頃ですよ。え？うめえ！ご乗車ありがとうございます。まだ切符をお持ちでないお客様はお申し出ください。お客様、この定期区間だと2つ先の駅からになってるんですけども、もっと前から乗ってましたよね？いや、乗ってないですよ。いや、乗ってましたよね。田舎の路線じゃ乗っても各駅 2,3 人です。顔ぐらい覚えてますよ。人違いじゃないんですか？いやいや、そんなことはありませんよ。だって途中寝ているあなたと私だけの時もありましたからね。じゃあ証拠あるんですか？こちらです。たった数百円で悪者になっちゃいますよ。ケチるのはやめましょう。ごめんなさい。すいません。はい、どうされましたか？遅延証をください。何分遅れてましたか？30分です。急いでください。今日大事な試験なんです。かしこまりました。こちら遅延証です。お気をつけて。はいはい、それでは始めてください。先生、すいません、遅れました。おい直樹、何やってんだよ。今日大事な試験だぞ。すいません、電車が遅れてまして。なんだよ、電車かよ。じゃあ仕方ねえよ、直樹のせいじゃねえもん。ありがとうございます。これ遅延症です。そんなんいらねえよ。直樹が電車で遅れたって言ってんだから間違いねえだろ。疑うわけねえだろ。先生、じゃあ直樹は遅延症に書いてある時間、60分延長な。あ、そんなにいらないです。すいません、駅員さん。はい、どうされましたか？今さっきの新幹線に乗り遅れちゃったんですよ。そうですか。友達と旅行に行く予定だったんですけど、もうこれ使えないですよね。指定席の切符ですか？はい、友達と隣で取ったんですよ。指定席は無効になっちゃいますね。ですよね。もう買い直すお金もないので諦めます。ちょっとお待ちください。はい。指定席はって言いましたよ。どういうことですか？たとえ指定席に乗り遅れても本日中でしたら自由席にご乗車いただけますよ。意外と自由席の方が空いてたりするんですよ。そうなんですか？ありがとうございます。じゃあ僕は旅行に行けるんですか？行ってらっしゃいませ。よっしゃー。まもなく列車発車いたします。え、あ、ちょっとすいません。列車に出します。ちょっと駅員さん。はい。僕今の電車に乗ろうと思ってたんですけど、目の前に止まらなかったんですけど。あー、今の電車は8両編成なので、あちらが最後尾になりますね。やっぱね。
僕は違うと思ってたんですよ。でも前の人にはめられたんですよ。そんなことないと思いますよ。いや、あの人は僕をはめたんですよ。電車が来たら僕に気づかれないようにこっそり電車に乗って逃げたんですよ。その方も間違えてたんじゃないですか。その通りです。おー、ちょうどエゲンさん。はい、どうされましたか。この切符おととい使うはずだったんだけど寝坊しちゃってさ、結局使ってないんだよ。これ払い戻してくれる。ちょっと拝見しますね。何も使ってねえよ。すいませんが、こちらが有効期間が切れてますので払い戻しができないんですよ。は、どういうこと。何も使ってねえんだよ。切符の有効期間内でしたら払い戻しは可能なんですけど、過ぎてしまったら無効になってしまいますね。ふざけんなよ、金返せよ。すみませんがルールになっておりますので、電車が止まっていたとかでしたらいいんですけど。じゃあそれで。はい。一昨日乗ろうと思ってたら電車が止まってた。はい、金返せ。いや無理無理。おい、キン。はい、どうされましたか。今電車に乗ってきたんだけどよ、一個も席が空いてなくて立ってここまで来たんだけど。そうですか。この時間は混み合っておりますのでご協力ください。俺はここの株主だぞ。それはありがたいんですが、車内の座席は全ての方に平等に使っていただいております。株主と他の奴らが平等ってふざけんじゃねえよ。俺はな、お前らに余計に金払ってんだぞ。株主のお客様には他のサービスも提供させていただいておりますので。何がサービスだ。株主の俺に席を譲るようにちゃんと放送しとけ。お客様、他のお客様は株主のあなたより高い切符を買って乗車されてるんですよ。座っちゃいけない人なんていないんですよ。いいわもん。その代わり俺の使うトイレだけウォシュレットつけといてくれよ。無理です。すいません金さん。はい、どうされましたか。いつも使ってるトイカ定期券が割れちゃったんですよ。なるほど、結構割れちゃってますね。こないだ免許してたら割れちゃって作り直しですよね。あー、定期券なら再発行できますよ。そうなんですか。はい、申し込んでいただければ明日には新しいカードをお渡しできますよ。助かります。あ、でもまた定期代とかかかるんですよね。かからないですよ。手数料で520円とデポジット代で500円がかかるだけです。それじゃまた免許バトルできますね。大事に使ってください。あ、ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか。これから函館まで新幹線で行くんだけど、これで大丈夫かな。はい。いや、この格好で大丈夫かなって聞いてんだよ。あー、結構寒いと思いますけど、まあ大丈夫だと思いますよ。あ、やっぱり濡れたら寒いよな。ウェットスーツの方がいいかな。濡れることはないと思いますよ。何言ってんだよ、濡れるに決まってんだろ。海に潜ったりされるんですか。潜るも何も、新幹線で海に潜るんだろ。窓とか開いてたら水とか入ってくるだろ。入ってこないですよ。海底よりもさらに100メーターも深いところを走ってるんですよ。え、そうなの。せっかくカッパ用意してきたのに。あ、普通の格好で大丈夫ですよ。じゃあ窓からクジラとか見ようと思ってたのに見れねえのか。見えないですね。やべえ、寝坊した。乗降終了。乗ります。おい、そうだろう、せえよ。今日は諦めろ。マジっすか。東京からここの学校に転任してきました、山岸です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですが出席を取っていきますね。会津ゆうとさん。はい。青木宗太郎さん。先生、あいつ寝坊したらしいんで今日休みですよ。ん？休み？あ、寝坊とかだったら遅れてもいいから来るように伝えといてください。いや無理ですよ。なんでですか？あいつ6時で逃すと次が夜の8時なんですよ。夜の8時。嘘はやめてくださいよ。本当ですよ。先生知らないんですか？日豊本線の宗太郎駅は1日3本しか電車止まらないんですよ。そんなことあるんだ。